続いて報告していただきますのは、サミットの公式行事である配偶者プログラムにおいて、休憩時のお菓子としてシフォンケーキを提供されました、特定非営利活動法人ハーブ工房トゥギャザー理事長の酒井雅子様です。それでは酒井様、よろしくお願いいたします。障害のある人、特に心に病のある方、それから精神に疾患のある方とともに、ハーブを無農薬、そして化学肥料を使わずに栽培をし、それを製品化、販売することで、障害のある方たちの自立と社会参加を目指して、ずっと今まで活動してまいりました。2005年、民間資金で桑名市飛騨梅の丘に念願のカフェを構えました。そのカフェでは、私たちが栽培したハーブを使ってさまざまなメニューを提供させていただいております。そのカフェのオンリーワンをモットーとしております。そのカフェで提供している一つに、ふわふわシフォンケーキがあります。今現在、そのシフォンケーキは50種類ほどありまして、季節に応じてまた選びながらここで、焼いております。この自慢のシフォンケーキを、伊勢志摩サミットの配偶者プログラムのティータイムで使っていただくことができました。各国首脳に召し上がっていただくという本当に素晴らしい機会を私たちは本当に感謝しています。思い返せば、3年ほど前に鈴木知事が県内のあちこちで県民と直接お話をするクワイアンカトークでハーブ工房を訪問していただきました。その時、自家栽培のハーブティーと工房自慢のショーンケーキを召し上がっていただきながら、当 NPO 団体の活動について話し合ったことを覚えております。鈴木知事はその時のおいしかったシフォンケーキのお味を忘れずにいてください。今回推薦していただけたことを本当に感謝しております。本日、鈴木知事を証言をした時に、障害のある人たちが作っただけではない、おいしくて品質が良かった、品質が良かったからこそ推薦したという嬉しいお言葉をいただきました。配偶者プログラムにおいて、ハーブ工房と同じように提供されたリガ、トビサルサブレやミーグランドのサブ料理とともに、障害のある人たちの製品が伊勢志摩ブランドとして世
界に羽ばたいたということは、障害のある方々の大きな自信と誇りにつながったと確信しております。多様性を認め合い、障害のある人たちにも光を当てて、伊勢島サミットというこの世界の舞台で輝くチャンスを提供してくださった鈴木知事をはじめとする三重県の取り組みに、この場を借りて心から御礼申し上げます。サミット後はスタッフ一同嬉しい悲鳴を上げながら日々経費作りに追われております。今後も障害のある方々と共に力を合わせて、さらなる飛躍を目指してまいりたいと思います。サミットの活動も合わせて報告させていただきます。本日会場後ろのショーンスケートの試食コーナーの横でタドミカンジュースを展示しております。それらは私たちの活動方針の思いが詰まった 100% こだわりのタドミカンジュースでございます。どういうこだわりかというと、昨年より高齢化で維持が難しくなってきた地元タドミカン園を NPO と障害者、そして高齢者のコラボで管理を始めました。第2番目のこだわりとして、ハーブを私たちが無農薬、化学肥料を使わずに栽培しているのと同様に、このみかんも自然農法栽培で農薬を使わず、そして化学肥料を使わず、みんなで世話をして育ててきました。そしてこの11月23日、初めての収穫祭を迎えました。その収穫にあたっては、日々工房を応援してくださってた方々、ボランティアの人たち、それから赤須賀の漁師さんをはじめとして60名を超える人たちが集まってくださり、半日で2トンのみかんを収穫し、それをトラックに積んでいました。翌日24日、スタッフと2人でそれを熊野まで運びました。熊野には同様に鈴木サミットでジュースを提供された夢工房熊野さんがあります。私たちはそこのインライン方式でジュースを作っていただきたくて、そこに持ち込んで、その日のうちにジュース1400本となって戻ってきたものを展示しております。これはオンリーワンを目指したのに加えてナンバーワンという、これは 100% のみかんジュースです。これをこのサミットの報告後、サミットの活動の後、私たちがしてきた活動として、この場をお借りして皆様にお披露目できることを本当に感謝しております。以上をもちまして、サミットの報告とさせていただきます。ありがとうございます。草刈様、ありがとうございました。草刈様もこの後のパネルディスカッションにご参加いただきます。